皆さんこんにちは、もいみんです。今日は赤ちゃんの洋服の着せ方についてご紹介しようと思います。私が産院で赤ちゃんの服を着せる指導があんま十分になくって、誕生日が一緒だった他のママさんと4人ぐらいで一緒に講習みたいのを受けたんですけど、私以外の3人の方が皆さん計算部さんで、2人目3人目っていうママさんたちだったので説明がすごい軽かったんですね。なので赤ちゃんの洋服の着せ方と、あとおむつ替えの仕方で分からなくって、 YouTube で自分で検索したりとかして調べたので、もし私のような方がいらっしゃったらそういう方に参考になればいいなと思って、今日は動画を撮ろうかなと思いました。つむたんに協力してもらってお洋服着せてみたので、では早速そちらの動画へどうぞ。お洋服の準備をします。冬の場合だとコンビドレスと肌着を重ねて着せるので、まず冬の場合ですね、夏の場合はこれの肌着だけバージョンだと思ってください。最初に肌着とコンビドレスを重ねておきます。肌着にこうやって自分の手を通して、コンビドレスにも手を通します。で重ねます。で反対側の袖もこのように手を通して重ねます。で首元を持ってちょっとポンポンって振ると、こうやってしっかりと綺麗に重なってくれます。肌着だとこうやって無地のタイプだと表と裏分からなくなると思うんですけれども、赤ちゃん用だとこの洗濯の表示のタグが外側になってます。大人用だと内側にタグあると思うんですけど、赤ちゃん用は外側になってるので、これがちゃんと外側にあるかどうか確認をしてください。でこの状態で準備が完了です。この状態で準備をしたら次赤ちゃんを連れてきます。はい、そしたらどっちの手からでもいいんですけれども、右手側を着せるときはこうやって左手で赤ちゃんの手を迎えに行きます。赤ちゃんと手をつないで右手で袖を脇まで伸ばします。そしたら反対の手もこうやって右手を出口から突っ込んで、右手と左手を握手して、しっかりと袖を伸ばしてあげます。そしたら次は肌着を着せます。赤ちゃんの右側、ママの左側から着物を着せる時みたいな感じですね。あ、浴衣を着せる時みたいに内側の紐を結びます。そしたら次こっち側、私これ今コンビ肌着を着せてるんですけど、コンビ肌着だと2箇所結ぶところがあるので2箇所上と下結びます。はい、そしたらもしもうちょっと大きくなってる時だと、ここのコンビ肌着だとここのパッチン止めてもいいと思います。新生児のうちはパッチン止めなくても大丈夫です、はい、そしたらそのまま上からこうやってコンビドレスをパチパチって止めていきます。はい、これで赤ちゃんのお洋服を着せることができました。ありがとう、完成です。はい、では赤ちゃんの洋服の着せ方でした。赤ちゃんの洋服の種類もいろいろあると思うし、夏生まれ冬生まれによって服の着せ方も違うと思うんですけれども、基本はこういう感じなので、それぞれ生まれた季節に合わせて工夫してみたりしてみてください。はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してください。またねー。